仕事終わったんだ。早いね。違う違う。データ全部飛んで終わったの。違う意味のやつ。もう動物園に耐える。見て、パンダ。かわいい。何しててもかわいいよね。ねえ、パンダだったら家で一日中ゴロゴロしてても、二人の貯金をギャンブルに使っても、家に浮気相手連れ込んでても、かわいいって思えたのかな。見て、リスが交尾してるよ。ああ、初めて見た。私も彼とあんな時期あったのにな。今日は楽しめなさそう。こんな友達に耐える。いい景色だな。タイちゃん、え、いた。ダメだよ、死んじゃダメ。自殺と勘違いしてくる。いや、違う違う。違わない。いた。自分の体大事にしなよ。今自分の体痛いです。わかるよ、辛かったね。かわいそうな子だね。そりゃ死にたくもなるよね。私ってそんな風に見えてたんだ。私昨日ホストに行ったらね、いろんなイケメンが私のことチヤホヤしてくれて思ったの。やっぱり生きてなきゃダメだって。心に響かない。タエちゃんのちょっといいとこ見てみたい。はい、生きて生きて生きて生きちゃって。シャンパンコールみたいに説得してくる。タエちゃんが死んだら悲しむ人いっぱいいるよ。そうなの？そりゃそうだよ。例えばね、誰も出てこない。でも少なくとも私は嫌だよ。タエちゃんと一緒に過ごす時間が大好きだから。アサミちゃん、ありがとう。私もうちょっと生きてみるね。そう、生きることは大切だよ。あ、彼氏から電話だ。タックンどうしたの？え、別れよう。そんな、待って。あ、タエちゃん、今から一緒に死のう。急に客のこと言ってくる。死んだらダメだよ、みんな悲しむんでしょ。いや、私たちが死んだくらいで誰も悲しみはしないよ。やっぱりいなかった。さあ、行くよ。え、私たちのちょっといいとこを見てみたい。はい、飛んで飛んで死のシャンパンコール。待って、じゃあ今日ホスト行こう。そしたらいろいろと忘れられるかもよ。そやな。はい、生きて生きて生きて生きちゃって。生きてさえいれば楽しいこともたくさん。次回予告。なんと次回の太鼓は13日の金曜日じゃなくて12日の木曜日にジェイソンがやってきたの。間違えた、また明日来ますって言って帰っちゃった。いや、予告されてる方がより怖くないですか。次回もお楽しみに。もし可能であればチャンネル登録高評価を。いや、やっぱ何でもないです。